どうも、あいちです。今日は6月30日、上半期最後なんですよね。今日で1年の半分が終わりです。皆さん、上半期どうだったですか？ちょうど土曜日ですし、なんか振り返るのもいいんじゃないかなと思います。皆さん、それぞれの上半期をね。で、割と、自分この中高生とかに、まあ、塾講師の時もそうですけど、まあ、振り返らせることって結構やるんですよ。これはまあ、上半期とかじゃなくって、例えば、6月だけでもいいですよね。6月振り返ってどうだったみたいなのをよく言わせるんですけど、やっぱりね、ネガティブな意見の方が多いんですよね。ダメなところが出てくるっていう自分の。きっとね、多いと思うんですよ、皆さん。どうです？自分がこう、良かったこととか、頑張ったこととか、もちろんなんかさ、すごい幸せなこと？彼氏彼女ができましたとか。そういうのって大きいじゃないですか。で、そこは出てくるかもしんないけど、やっぱり細かいとこだったりすると、特に勉強面とかね。そう。何かを頑張らなきゃいけないみたいなとこだとすると、まあ、ネガティブな方、頑張れなかったみたいな方が多く出てくるかもしれないんですよね。で、今回、まあ、なんで今日ね、撮ってるかっていうと、ぜひね、その上半期が終わりなんで、振り返ってごらんっていう、いい機会だし、今日土日で、土日入るからさ、いい機会だしと思って動画撮ってるのと、ぜひね、皆さんに覚えててほしいのが、さっきも言ったように、マイナスのね、イメージがやっぱり持ちやすいんですよ。で、マイナスのイメージ、自分がね、やってきたことがマイナスなことが多いって思っておくと、自分がダメなやつっていうやっぱ思い込むきっかけになります、それは。だって自分がダメだってことをさ、声を大にして言っちゃってるわけだし、そこに関しては。もう半年間もダメダメだったっていう。でも、よく振り返ってほしいんだわ。あのね、そんなことないはずなの。って思ってる。自分の意見ですよ。これはもちろん100人って100人がそうとは思わないけど。うん。ただ、そのいろんな子たちも見てきてて、厳しいこと言うわけよ。あの時頑張、あれがサボっちゃったらダメなんだ、できなかった、なんだなんだって出てくるんだけど、まあ、塾講師担任持ってるとさ、やっぱり見てるわけじゃないですか。毎週ね、週1、週2、週3で会ってるから見てて、いやいや、待てと。お前、あの時のテストの時勉強でこんだけ頑張ったじゃん。あの時これしかやってなかったのに、この時にはそれを変えようって言ってこうやって頑張ったんでしょっていう。いっぱいあるわけ。いっぱいあるんだよ。周りから見たら。多分ね、みんなもさ、すごい仲いい友達とか親友とかわかんないけどね。その周りの人を見た時に、周りの人を見た時さ、すげえ頑張ってんなとか、いい印象って残りません？だから、自分自身ってね、すごい厳しくなりがち。そう。なんだよね。で、まあ、月が変わるとか、まあ、今回は上半期が終わる、下半期に変わるっていうところもあるんだけど、まあ、毎月ぜひね、まあ、そういう気分を入れ替えるっていうのもやってほしいんですが、7月は7月です。うん。自分がよく思うことですけど、過去は変わんないんです。どうあがいても過去は変わんないの。そう。ただし、今と未来はいくらでも変えれる。自分の力でね。そう。で、これからやってくる下半期、まあ、受験生にとってはね、国家が山場、すごい山場になっていく。夏休みも過ぎるし、あら、入るしね。で、もちろん受験生じゃなくても大事な時期がいっぱい来るわけですよ。ね。で、そうなった時に、上半期がダメダメだったとか、6月がダメダメだったって思ったとしても、じゃあ6月ダメダメでも7月がダメダメっていう保証はないわけ。下半期じゃねえや、ごめん。上半期がダメダメでも、下半期がダメダメっていう風になるって確定してないじゃん。これから変わるから。だから、今までの自分に後悔はあんましなくていい。もう反省しよう。で、反省もいっぱいしなくていい。1個か2個でいいの。改善点は。そんないっぱい変えなくていいから。ダメ出ししなくていい。自分の中で本当に変えなきゃいけないものは1個か2個ちゃんと選ぶ。この土日で考えよう。少しね、振り返ってさ。で、その2個のこと、ね、わかんない。1個か2個か3個かわかんないけど、これは直そう、変えようって思うこと、それを下半期でやってったらいいんだよ。うん。で、下半期が終わるときですね。終わったときに、やりきったなと。変わった変わったって。2019年になる時だよね。1月1日元旦の時にさ、まあ、振り返ってまた撮るかもしんない。また俺。言ってるかもしんない。振り返ってごらんって言うかもしんないから。その時に、まあでも確かにちょっと変わったかもなって。で、本気でやりたかったら、なんか紙に書いておくといいよ。自分が1年の最初に目標を立てるみたいに。絶対残した方がいい。忘れるから、人は。うん。とは思います。なので、まあ今回ね、なんか、なくなっちゃったけど、その、振り返ってごらんっていうのと、そんなにダメ出しすんなよっていうとこ。そんなに自分自身悪くないよっていう。いいとこも探してやってねっていうところと、もし、下半期とか、これからね、ちょっと変えていきたいって思うんだったら、変えることは少なくシンプルに選んでもらって、ぜひそれを変えれる下半期とか7月にしていってもらえたらと思います。まあ、ひとまずさ、本当に、まあ、自分もそうだし、みんなもそうだけど、上半期お疲れ様でした。そう。よく頑張って、お互いね、まあ、下半期も頑張っていきましょう。